そもそも喜び組とは、喜び組とはキム・イルソン国家主席に次ぐナンバー2だったキム・ジョンイル総書記に喜びを与え休息を確保する目的で作られたグループです。もともとは芸術好きだったキム・ジョンイル総書記に楽しんでもらうため、党幹部たちが国内で最高レベルの芸者たちを集め、パーティーなんかで接待役として派遣をしたのが始まりのようです。ちなみに大阪生まれの朝鮮人で、踊り子からファーストレディーになったキム・ジョンウンの母コ・ヨンヒも喜び組の出身だと言われています。喜び組と一口に言っても内部では3つに分かれていて、歌踊り組、幸福組、満足組があります。それぞれの役割ですが、歌踊り組は主にダンスや歌を歌い、パーティーを華やかにする役割を果たしています。幸福組は主にマッサージなんかをして疲れを癒してあげる担当です。そして満足組ですが、皆さん何だと思いますか？なんと性的なサービスをして満足させるグループなんだそうです。ここで一つの疑問が湧きませんか？一体喜び組の女性たちはどこから来て、なぜ喜び組をやっているのか、不思議ですよね。実は彼女たちが喜び組に入った理由は、目を覆いたくなるような悲惨なものだったんです。次は喜び組に所属する女性たちの驚愕の正体に迫ってみましょう。